移ります。今回で58回目を迎える県下一周駅。長い歴史の中には様々なことがありました。 NBC に残っている一番古い映像は1964年の第11回大会、鹿児島と泉が最終区までデッドヒートを繰り広げ、鹿児島が10秒差で泉を振り切り優勝しました。今大会始まって以来の外国人選手が走っています。43回大会には高校で外国語指導助手を務めるカナダ人のバーナード・アービーさんが川の目から出場しました。学生時代はカヌーの選手でもあったというこのアービー、世界選手権にも出場したことがあるんだそうです。22回大会の最終日には鹿児島と姫崎が史上初の同時ゴール。駅伝では珍しい写真判定の結果、鹿児島の勝利でした。さらに県下一周駅伝は海を渡りました。1991年には奄美特別大会、2001年には熊毛特別大会が行われ、応援がすごい熱くなりました。感動よ、走ってよかった。間近で見る初めての県下一周駅伝に道民は熱狂しました。すごかった、やるで、うん、もう天気のこと最高ですよ。どうですかおばあちゃん、初めて駅伝見て。はい、はい、最高です。全長およそ600